どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇のニーナ哲郎でございます。ニーナナーに始まりました。吉本新喜劇のニーナチャンネルでございます。よろしくお願いします。すいません、今日ちょっとね、T シャツ着ておりませんけれども、今洗濯しておりまして、まあまあ新しい家に、住み始めましたので、まあちょっとね、こんな私服っぽい感じで今日はいいかなと思って行かさせていただきます。さあ皆さん、荷物もやっとね、段ボール何箱分あったんか分かりませんけれども、うわ全部出して、ちゃんと配置決めて言うてやっと落ち着きました。ですので、ちょっとね、 YouTube ね、撮らさせていただいておりますね。ちょっと見えておりますけれども、これも持ってきましたね。まだ入れておりませんから、これね、21,700に行ったらこれちゃんと入れますからね。ここになんかすいますって入ってると思いますけど、これね、進撃の巨人のね、一番くじで当たったやつ、なんか捨てれなくてね、持ってきました。さあ今日はですね、そんなこんなで、新しい新居の、僕の部屋の、ご紹介とかで、まあ、実はこの家は生配信でも言わさせていただいたんですけれども、石田さんのノンスタイル石田さんの大阪の家でございます。大阪のマンションでございまして、でそのマンションに、まずね、僕の後輩の森本大百科っていう子がね、住んでまして、んで、まあ、話がありまして、ニーナ、一部屋余ってるから、もしよかったら住まへんかという流れで、住まさせていただきました。だから、ルームシェアという感じですね。まあ、森本大百科と僕はほぼ毎日いるんですけれども、石田さんは、まあ、大阪でロケとか、大阪でテレビ番組とか、まあ、本話かとか、月1ぐらいか月2ぐらいですね、帰ってこられますんで、その時一緒にちょっと飯行ったりとか、飲みに行ったりとか、でこの部屋で2軒目は大体この部屋で帰ってくるんですよ。この部屋帰ってきて、みんなちょっと飲んで、さあそろそろ寝ようかいなみたいな、感じでございます。で今回はですね、僕の部屋とで、こんなちょっと部屋間取りがこんなんですよとか、いろいろね、面白いところとかちょっとあるかもしれないんで、はい、まあ、石田さんの部屋とか森本の部屋とかね、ちょっと入れないんですけれども、可愛いね、皆さん癒しの動画なんか途中で入りますんで、何の癒しなのかそれはご覧になってください。はい、ぜひね最後までご覧ください。では、大新居、大新居って合ってるのかどうぞお願いします。さあ、先ほど僕が座ってたところはここですね。はい、ファンの方からいただいた座布団、座布団ですか、それとこれね、リングライト、これも置いて、ここで今後撮影しておこうかなと。はい、でまあここは YouTube の編集机、パソコン置いてね。はい、でよくね、肩凝るんですよ、編集したら肩凝るんですよ。であれを塗りながらね、頑張って編集していこうかなと。まあここで生配信とかもやっていこうかなと考えてます。で先ほど紹介したで、だるまも持ってきました。これね、ちょっと立てかけてたんですけど、倒れてますけどね、将棋の久保九段のね、これ3位色紙、これやっぱね、僕たまに将棋ありますから、で大事に置いてます。はい、でここは、ファミコンとか置いてますけどね、もう今家テレビありませんので、ファミコンできませんけれども、漫画部屋ですね、ここはね。はい、そしてこれはもう本部初公開かな、はい、ドラゴンボールのカードゲーム、一時ね、コロナ後ちょっとハマったんですよね。最近ちょっとご無沙汰でやれてませんけれども、はい、大好きな進撃の巨人、恋の形、3月のライオン、呪術廻戦ね、最近激推しのね、怪獣8号、こんな感じで、んでカバン、いつものカバン置いたりとか、皆さんからもらってるねプレート置いたり、はい、このね、棚なんですけどね、木の棚あるでしょ、これ300均でね、買ったんですよ。あ、300均ちゃうわ、100均や。100均でね、これ500円ぐらいで売ってたんですよ。はい、いいですよ、はい。で、ここはタンスなんですけれども、まあ、服類が、うわっと、私服類がわっと。で、これは下、ちょっとまだまとまってませんけど、いろいろね、靴やらなんやかんやらあります。さあ、で、ここはもうね、入りませんでした、私服。入らなかった私服がここにバッとね、収納ケースで置いてます。いろいろこんな感じでね、あそこには鍵とかなんやかんや入って、さあ、ここは飲みスペースですね。はい、飲みスペースでちょっとね、冷蔵庫は向こうのリビングにありますんで、最近ね、僕ね、スイッチのゲームスプラトゥーンやったりしてます。でここで iPad で YouTube 見たり、はい、ここ寝室とか、まあ寝るとこですね、ね、はい、ここはカーテンで、はい、こんな感じの部屋ですね。なんじゃろうな、でも6、
7畳あると思いますけどね。さあ次行きましょうか。さあ次なんですけども、ちょっと扉出て廊下に行きます。さあ廊下出ましてですね、こう鏡があります。ここはですね、あの靴箱ですね。靴がいろいろ入ってます。はい、靴箱ですね。で鏡ね、ちょうどいいですよね。行ってきますの時にパッて私服をねチェックしていけるので、はい。さあそしてですね、ここ僕の部屋なんですけど、ニーナって書いてます。でここホワイトボード書いてまして、まああの黒ペンで今、どっか出かけてますとか、何々してますとか。で赤ペンの時はね、ちょっとね大事な時、例えばですね、今台本覚え中とかね、そういう時にちょっと赤ペンで書いてやろうと思ってます。黙れよっていうことですね、逆に赤ペンの時はみんな静かにしといてくださいよっていう感じですね。はい、これが、廊下でございます。廊下であの玄関ですね。はい、さあほんでここを入りまして、ここリビングでございます。広いでしょう、リビングなんです。ここでみんなで結構ね談笑して飲んで、さあそろそろ寝ようかいなみたいな感じになってます。あれ、あそこは誰が座るんでしょうか。後でね、はい、皆さんお楽しみにしておいてください。さあここねカウンターなんですよ。これいいでしょう、これね、こんな感じで色。さあそして和室でございます。和室があります。さあちょっと暗いですけど、電気つけるとこ分かりません。さあね、こんな感じでここでね、ほらテーブルあるでしょ、ここにパッと置いてみんなで、鍋とかしたりします。 で石田さんのお子さんとかもね泊まりに来はるんで、あ太鼓がなんか謎なんですけども、石田さんの芝居で使った太鼓かな、太鼓でなんかはい遊んだりしてます。あんまり太鼓叩いたら苦情きます。でこの棚の中にはねこれね、誰が泊まれるようにね、誰が来ても泊まれるように布団があるんですよね。ここで皆さん、寝てもいいですよっていう感じでございます。はい、さあそしてこっちリビング来ましてね、さあなんか部屋ありますね。じゃじゃん、出ました、石田さんの部屋でございます。ここはちょっとプライベートスペースでございますので、ちょっと中はいけません。はい、やめときます。勝手に映してもいいかもしれませんけど、なんかね、石田さんに怒られるの嫌なんでやめときます。でこれ石田さんがね、スケジュールでもう12月ですけども10月ですから止まってます。あんまりもう最近書かないみたいです。いついつ来ますよっていうのね、ここ書いたりするらしいんですよね。もう書かないようになってきました。さあここ、石田さんの大好きな、ジョジョね、ジョジョの漫画があって、ジョジョのフィギュアわーっと置いてます。これね、なんか下のやつとかめっちゃ高いらしいですよ。はい、石田さんもフィギュア好きなんですね。僕もドラゴンボールのフィギュア置いてますけど、これ、漫画がずらっと置いてます。これほとんど森本とかの漫画ですかね。僕も暇やったらここで読んだりします。ちょっとねハンターハンター忘れがちなんでね、こういうハンターハンター、また読みたいと思います。そしてここは、隣、森本大百科の部屋でございます。実はですね、森本の部屋にはシャワー室とトイレがもうあって、洗面所もあるんですよ。だから森本はもうほとんどこの部屋で大丈夫。はい、だから石田さんと僕がほとんど使うこのお風呂とトイレでございます。でただいま空いてますよって。でこれはですね、僕か石田さんが入るときは、ただいま入浴中とプラカード変えて、さあこんな感じですね。これ洗面所、はい、で洗濯機、はい、でここに、トイレ、トイレですね。でここ、お風呂、お風呂場でベランダみたいな感じになってます。僕は洗濯物入れあっちなんですね。石田さんはこちらでございます。で石田さんが使うタオルは、ネズミ色、僕が使うタオルはここに茶色のやつだけ、入浴剤とかねいろいろあります。で洗面所もさっき掃除してね綺麗になってます。いいですよ。まあ大体こんな感じですかね。さあ、そして今日のもう一人のゲストの方登場していただきましょうか。こちらの方です、どうぞ。はい、ネジ、はい、こちらネジです。はい、はじめまして皆さん、ネジですよ。はい、ネジですよ。はい、ネジです。あっ、何がよ。え、ネジこんにちはって、皆さんこんにちはって。ネジどうした。はい、今飼い主のね、
後輩森本くんはちょっとお出かけ中でございます。ネジ皆さんにこんにちはって、こんばんはって、はいこんばんは。かわいいな。寝るぞよ。ネジでーすって、ネジ遅いわ。何時欲しいか、何時欲しいか、はいはい、そうかそうかそうか。かわいこってんな。はい、これからよろしくお願いしますって。ネジ、これからよろしくお願いします。ケツをつけるな。はい、ネジでした。お尻プリプリ、お尻プリプリ。はい、そこ座り、はい、はい、かしく、あそこにね、いつもね、座るんですよ、ネジは。ね、そうなんです。はい、じゃあ皆さん、これからも、ニーナチャンネルよろしくね。ネジ、バイバイ。さあ、というわけで皆さん、こんな感じでございます。ねえ、めっちゃ広いでしょ。え、3部屋って、3LDK みたいな感じになるんかな。はい、医者さんの部屋があって、ただあの皆さんね、あのね、映してませんけれども、石田さんの部屋が一番狭いです。僕の部屋のちょっと狭いぐらい、もうちょっと狭いぐらいかな、なんですよ。だから家主の方が一番部屋が狭いというね、もう訳のわからない、もうそれぐらい石田さんもまだ懐が深いね、先輩で、ほんとずっとお世話になっております。そんな感じでございます。まあリビングで皆さん、あの映したリビングでみんなでちょっとね、談笑して、まあ、飲んだりで、まあ漫画とかいろいろありましたやんか。でそれをね、みんなね、この漫画面白いですよってちょっと進め合ったり、それ読みながら、ああええやんええやんとか喋ったりとか、またね、スワンの誠さんとかも来はったりとかね、いろんな後輩芸人も来たりとかするんで、あそこのリビングでわちゃわちゃして、まあ例えばあの和室で、鍋やってわー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 したりとか、西田さんのね、お父さんお母さんとかもね、来られてね、あの和室でね、みんなで鍋大会したことあるんですよ。はい、そんなんもね、なんかゆくゆくは、なんか出ていただきたいなと、なんか好きやったらね、動画回してみたいな、であったりするかもしれない。皆さんぜひね、今後も、新しいニーナチャンネルの、お部屋、またよかったらね、ここにも布団ありますけども、24時間、配信するのか。睡眠配信するのか分かりませんけど、そんな感じでこの部屋も、YouTube でいろいろ活動していきたいと思います。今後もニーナチャンネルよろしくお願いします。ではまた、さよなら。ネジが本当に可愛いのよ。ネジの回作ろうかな。あれした、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。ニーナ哲郎でございました。